皆さんどうもピーマンドです。今回俺と横浜の143日物語実況6回目は4月の14日から始まる巨人3連戦をプレイしていくからね。前回の中日戦でね、とりあえずセリーグのチームと全て対決してですね、現在横浜は4位、首位とは3ゲーム差という状況になってますね。スタートダッシュはあまりいいスタートダッシュを切ることはできなかったけどね、ここからな、まだまだ長いシーズンありますからね、頑張っていきましょう。で、現在2連敗中ですし、で、前々回の阪神戦、前回の中日戦と2カード連続の負け越しという状況でこの巨人戦来たからね、今季初対決もこの巨人には負け越しているわけですから、なんとか久々の勝ち越し目指して全力で戦っていきましょう。そして今回プレイする試合は全て、出番設定でチャンスピンチでね、プレイしてやっていきますのでね。さあ、1試合目のベストオーダーをどうするか。相手先発は菅野ですからね、厄介なやつがいきなり来たもんだ。このオーダーでね、まず戦っていきたいと思いますのでね。ほんで伊能もここまで全然抑えてくれてないのでね、防御率は5点台ですから、まあ能力的には一番横浜で高い投手なんでね、期待はしてるんですけど。あはは、巨人は痛恨の6連敗か。いやいや、こっち以上に連敗してるチームなんだね。そうだよ、巨人の落ち方がパないからね。前々回まではね、2位にいたんですけど、そこからの連敗が続きの今6連敗。さあ、今日負ければ7連敗というゲーム、任せましょね。こんなチーム負けたら俺たち恥だよ。まあ俺たちもまた2連敗としてますけどもね。俺たちの連敗はここで止め、巨人の連敗はまだ続く。いつまでも続かせましょう。永遠にとはにね。さあ勝つぞ。まずは伊能がしっかりと抑えることね。そこをまずしてくれないと勝てないので。まずいいね。で、こっちも早々とやっぱチャンスを作って、点を取ること。まあでも相手菅野ですからね。って言ってるそばからワンアウトランナー1塁2塁で、トゥートゥゴー。わーお。来ちゃったねー。打つよ。打点ランキング現在セリーグ3位ですね。トップは山田哲とか、やはり恐ろしいバッターだな。さあ行こう。ここはもう一発狙うとかそういうのはいらないから、いつも言ってるが、筒香はチームバッティングに徹しれる選手だと思うんでね、確実に当てて1点を取りに行きたい。セカンドランナー田村か。あー、ブーない、後ろに飛ばすなよ。あららららお粗末様でこと当てろや。全然チームバッティングしてねえわ。ここでの唐さんはいらないんだけど、打てる球がなかったな。ノーチャンス。最後あそこ投げられたら無理でしょうね、追い込まれた状態で。さあロペス、得点圏では仕事してないが、ここ最近はロペスのおかげで勝つゲームっていうのが増えてきましたからね。それよりは前は全然打ってくれなかったから、ここはロペスで打ちたいね。おいー、でフォアボールいただきました。菅野さんどうした、初回から制球パネーな。全然定まってないよ。で、得点圏に強いバルデレス。通常打率はクソやけどね。これだけ打ってくれてたらええわ。頼もしいね。ここは打ちに行くよりかは見た方がいいんじゃないの、制球が定まってないんだから。ほら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 。一球も入ってないよ、この子。まあ、でもそこから簡単にフォアボールはくれないだろうね。ほらね。さあ、追い込まれた。これはよく当てたぞ。当てなきゃ三振だ。これもうまく当てて、よーし、ライト前に落ちそうだ。ホームゴー、もう一人帰れるでしょ。いけいけ、ゴーゴー、レッツゴー。菅野から先制での2点、バルディリスが繋いだね。いやー、かっこいいヒットでは決してないですよ。詰まってますからね。かっこよさなんてこのチーム求めねえ。勝つことが大切。詰まりながらもライト前に持っていくのはさすがやね。よーし、これを守り抜けば今日勝てる。巨人さんには悪いが、今日あんたら7連敗は確定だぞ。違うな、このカード全部負けてもらうんで9連敗までその数字は伸びるね。逆にこっちは今日で止めるっつったろ。絶対勝てるわこのゲーム。まあ伊能次第だしね。まあこれからももっと得点取りたいし、まだチャンスだしね。当てて、どうだ、うーん、セカンドアウトかな。まあいいでしょう、この回先制点が入りましたし、まあその後もチャンス作れると思いますのでね。あ、ピンチできたらしっかりと抑えること。まあでもピンチというピンチもないんじゃないかな。相手の打線見る限り全く強くないからね。助っ人外国人が一人もいない。パワーを感じられないね、相手からね。この時の坂本なんてまだあの2016年のようにね、打ってた時じゃないので、どっちかといえば打撃でちょっと伸び悩んでた時期の坂本ですから、怖さもないからね。で、こっちはまたチャンスを作る。菅野を打ってるな。これもうまく打ってセンター前に持っていったぞ。さあ、ゴー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 、ホームゴー、特攻特攻特攻、何事も特攻を突き進め。俳優俳優、レッドゴー。3点目、簡単に入るもんだね。
ごめんねごめんね、地の底まで落ちていってもらうわ。いや、2017年の巨人といえば、あの連敗記録を確か作りましたよね。12か13だったかな。いやいや、ここで作らしましょう、この2015年シーズンでね。2017年にまた新たにって感じだね。頑張ってもらいましょうよ。さあ次こそ筒香で打ちたいところではあるけどな。筒香以外のバッターで打てて筒香で打てない、おかしくね。能力一番高い選手やで。おかしなことやっとるが、まあいいでしょう。この回も点は入ったんでね。岡本にこの試合初安打を許すか。でここでピンチ来ましたね。まあ、つっても2アウトランナー2塁ですから、1番バッターを抑えれば簡単に済む話なんでね。ただその1番バッター立岡が4割近い、4割以上の得点圏打率を残してるね。絶対やるなよ。ミート力はやっぱあるからそこは怖いよな。まず一つストライクを取りに行かないと。当ててきて、グリエルさんどこ行ってる。打球と真逆の方行くのやめなさいよあなたね。変な癖ついてますから俺にね。いや怖いんだよ、真逆の方行って取れないという展開がよくある話ですからね。まあでもピンチはしっかりと抑えたよ。さあまだまだ抑えて打って勝つ勝つ、絶対にね。まあ3点あれば十分だけどね、今日のゲームね。伊野がよっぽどのことがない限りは。そこがちょっとヒヤヒヤする要素ではあるんだから。おいーで2アウトからまたチャンスを作るというね。どうした菅野、沢村賞に値しないピッチングをしてるね。さあここでまたグリエルですよ。ここはさすがにね。おお、取れないんかいアウトになると思ったわ。守備範囲狭すぎるだろ今のは。ねえべ、うちのチームであれ取らなきゃあれでもう2軍行きだね、確定だよ。それに値するプレーだね。なんでスルーしたし、村田なら取ってるだろ今のね。なんで岡本使ってんだよ。さあ5回、とりあえず勝利投手の権利を得られるマウンドなんで、ここを抑えてといきたい。だがその岡本に打たれる。ディスった結果のこれやで、毎度お決まりのやつだわ。この口は災いしか呼ばないからさ、だっせーなー。さあパスボールでまた進塁で得点圏だ。ちょっと今のホームランで流れが変わったような気がするね。まあ、気がするだけならいいんだけど、それが結果として現らなければいいけどね。その後しっかりと抑えることだ。一発打たれる相手間違ってるだろう。いや全然能力高くないですからね、このプロスピでも岡本はね。まあ、さっきのプレー見て分かる通り守備能力も低いし、打力だってね全然ないですから。活躍してないのでね、当然能力が高いわけないですからね。ただちょっと伊野がその岡本に一発浴びるっていうのはダサい話だ。ここからはもうしっかりと抑えてね。さあ村田代打できたね。がセカンドゴロで凡退。ああもう立岡にツーベースで、ここからピンチだね。かー、ほんで得点圏片岡もよく打ってんな。巨人得点圏打率高い選手多くねえか。いやでも片岡謎の長打力も持ってるからな、ここぞという時に結構打つホームランをね、打つというのも結構見ましたから。ここは抜けていく三遊間、前進しててよかったね。じゃないとホーム変えられて1点ですわ。うわうわうわ、ほんでここも得点圏打率3割かい、打ちまくってんじゃねえか。なんでこんなチームが連敗してんのか謎だわ。よしよし、いいぞ。はい三振、このスプリット打てへんわな。グッバイ坂本。睨みつけても無駄だよ、打てないやつの睨みなんて怖さはね。まだ阿部だからね、終わってないよ。むしろここから始まる可能性もある。移動はとりあえずこのイニングまででいいかもしれないね。はい正面ありがとう、エースゼロだね。まあ球数的にもね、スタミナ的にも全然投げれるような投手ではあるんだと思いますけど、まあでもこれ以上生かすとなんか打たれる可能性もありますしね。代打送って宮崎行ってみようかな。田原から美濃さん、回代打美濃さん、一番立ち悪いやつだわ、打ってくれよ頼むからね。さあ盗塁に成功、梶谷これ今季1個目の盗塁になるんじゃないかな。よく決めてくれたよ、素晴らしい。さあそしてここで田村だ、続けて打ちたい。うまく打ったぞ、おいでレフト前、落ちて梶谷の走力そのままホームゴールで、イエース、4点目。理想的な野球ができてるね。チャンス作って一打で点取って気持ちいいわ。こういう野球を今後もしていきましょう。皆が笑顔になれる野球。もうハマスタ着てみ、横浜ファンニヤニヤやから、笑顔しかないよ。笑顔咲くやね、さくらんぼですよ。
気持ちいいね。野球ってこんな気持ちよかったんだ。さらにチャンスを作り、さあここで4番というとこ。今日はちょっと4番筒香さん仕事できてないからね。ここはもうちょっとチームバッティングどうのこうの関係なく、流れをこっちに持っていくためにも一発狙いのバッティングでいいんじゃないですかね。もうここで一撃出れば間違いなく今日の試合は勝てますから。4番がこれ、4番だけ笑顔じゃないわ。不機嫌な顔しとるね。それ以外みんな笑ってんのね。おかしなチームやわ。なんで打てねえんだろうな。さあ、もう楽なゲームでしょうね、ここからは。しっかりと抑えてくれよな。はい、オッケー。まあもうここからは、中継ぎ投手リレー、次三上で、最後安明で、って感じ。守備固めも入りましたね。うわー、入ったけど三上が打たれる。安定感ねえな、この男。ピンチ招く回数がもうすでにこのペナントでも多いからね。防御率はいいんだけど、ウィップはそんないいイメージないな。ファル、嘘でしょ。また打たれてこれじゃないか。2点差。1打同点の場面だね、このシチュエーション。片岡やべえ。まあ、2017年をもって引退した選手になりますけど、この時の片岡やばくねえか。さあ三上 VS 坂本。いや、さっきのようにね、ここで三振取るのが理想でしょうね。取らなきゃダメだ。よし、いいぞ。ここで負けるのはあかんわ。この打球もまたレフトオーバーで、これは同点になりそうだね。はい、ちゃんちゃん、三上がやってくれました。ほんと期待に応えねえ。セットアッパーで使う意味ねえよ。数字詐欺やね。まあ数字詐欺というか、これで数字は悪化しましたから。ほんとピンチしか招いてこなかったんでね、いつかこういう展開来るとは思ってたよ。ここで来るとはね。相手はな、6連敗中のチームだぜ。で、こっちも守備固め送ってるからね、やばいことになってるよこれ。で、さらにピンチ、バッター長野だ。もう勝つためにはここで5点目なんて必ずやれないし、やったら終わるし。はい、三振も。ここで守りきれない。セットアッパーに用はないね。配置転換もありだな。期待に応えなさすぎる。それ以外の中継ぎがいい分ね。あのグローブ叩きつけたいのはお前じゃなくてファンのみんなだよ。みんなニヤニヤだった世界もうねえぞね。みんな三上を睨みつけてるね。帰り際気をつけろよ、なんか襲われるかもしれんぞ。いや、また取りに行く作業を始めないとね。勝つんならさよなら決めるしかないかな。ただ難しいだろうね。もう誰もいないからね、筒香もいないし。ロペスで一撃打ってそれで勝つっていうのが理想だが、ここでこのピンチ、安明が捕まった。おい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 、安明までも打たれたらまずいぞ。顔全然似てねえけどな。ワンアウトランナー一塁三塁、もう前進守備ですね。やりたくないので。なるほど、そうですね。いや、またまた坂本に打たれる。坂本にやられた一日。同点タイムリーも勝ち越しタイムリーも全部坂本だわ。結局イケメンが全部持っていくんだよね、最後はね。俺じゃ勝てん。ルックスと野球能力でもね。ああ、無理っすわ。持ってるものが違いすぎる。ここで勝ち越しで、バッター誰これ、アンダーソンかい。はい、三振、ズバッと決まった。これで2アウト。ほんで沢村がいるからね、今季5試合投げて失点はしてなさそうだな。んで、センター前に落ちんなよ、関根取れよ。うわーっ、お前落下地点に入っとったやんけ今の。なんでスルーしたんだよ打球を。意味がわかんねえ。ああ、もう終わりだわ、こうなったらね。はい、負け、巨人の連敗、ここでストップ。逆に俺たちの連敗が続くっていうね。もう恥すぎる逆転負けだぜ。意味ない。ここで三振取ったってね、無駄な三振だよ。その前に抑えなきゃダメなのね。見事に打たれてる。まあ、もう無理でしょうね。はい、ゲームセット。はい、見事な逆転負け、ありがとうございます。屈辱的すぎますね。巨人の連敗はここでストップ。さぞ嬉しいでしょうね。俺たちの連敗が次6まで伸びるかもしれないね。巨人が成し得なかった7連敗まで行くかもしれない。だってこの試合で勝てないんだから。絶対勝てたゲームだぜ。これ落とすやつって野球やめた方がいいっていうレベルの、ね、試合だったんだぜ。でも負けたからね。笑顔なのこっちじゃないからね。ニヤニヤな横浜ファンも誰もいない。みんなブチギレてるわ。怒号の嵐ですよ。ヤクルトファンのようにね、監督にいろいろと文句言いまくってると思うわ。でもしゃあない、言っていいゲームですからね。
見事です。矢先は打たれたこともそうですが、うん、矢先どの子のよ、ミカみたいね、今日のゲームはね。はい、もうそこで打たれてるので仕方がない。今日一日で投手の防御率爆上げよ。ミカミは1点台から4点台、矢先は0点台から一気に3点台ですからね。まあそれに値するピッチングをしたので当然数字は上がりますよ。抑えてくれることを信じて出した結果、見事に裏切るやつ最悪だよ。いやね、さっきも言いましたが、ちょっとやっぱセットアッパー変えますわ。うん、三上はやっぱ安定感がなすぎる。今の試合でじゃなくてね、やっぱこれまでの試合見てたらね、これ以上使うことは難しいかなと思いますのでね。で、エレラが調子いいんでね、能力的にも期待できると思いますので、エレラを使っていきましょう。誰落とそうかな。須田、うん、いやみんな中継ぎいいですからね、落とすようなピッチャーいないんですけど、うん、どうしようかな。とりあえず須田は一回落ちてもらって、調子も悪いしね、また出番来ると思うんでね。で、エレラを上げて、エレラセットアッパー、三上をまあ中継ぎで、どうしようかな、リード自投馬あたりで投げさすのがいいんじゃないですかね。とりあえず、これで今後やっていきたいと思いますので。さあ、これで巨人とのゲーム差は 0.5 ゲーム差になりましたね。今日の結果次第じゃあ、うちが5位に転落、巨人が4位に上がるという展開になりますからね。それは阻止したいんだが、もう勝つしかないよね、今日のゲームはね。さあ、今日のオーダーはこのようになりますね。先発山口で、打の方はこんな感じで、荒波をセンター起用でいきたいと思います。ちょっとちょくちょく調子悪い選手がいるのが気になるが、まあそんな調子の悪さはどうでもいいんでね、しっかりと打って勝つ、さっきのようなゲームするつもりはねえ、バカ野郎。プレーボールだ、行こう。まずは山口が抑えること。まあ先登板した伊能の4ね、この山口もまた能力の割には全然抑えてなくて、防御率は5点台 P なので、まあ先の井上のように抑えてくれたらいいんだけどね。ここで早くも捕まる、期待に応えない。もう巨人行ってええわ、お前すぐ行けもんね、お似合いだと思うわ。で、ここで小林、まあ抑えれるでしょ、間違いがない限りはね。いきなり間違ってるっていうね。はい、三振。まあ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 、これはね、最初のストレート打ってこなかった時点でこっちの勝ちですわ。1球目がもうヒヤッとする1球ですから、なんとかピンチを抑えましたね。早い段階でやっぱさっきみたいに得点取って勝つことよ。はい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 、ポレだからこの2回にノーアウトランナー1塁2塁というチャンスを作ったね。いや、バッターバルディリス、さっきも良かったからな、ここも期待やね。うーん、当てただけがそこに飛ぶ、もう最悪なパターン来たよ、これ。ほんでゲット、あらららら、甘いのに、超甘いのに、そういうことやっちゃう、そういうことやってるうち勝てない勝てない、4連敗確定みたいなもんですわ。うーん、アウト、残念、初チャンス生かせずや。ただゲッツー打っただけや、このチャンスでね。ダメだ、たまに力があるね、早いわ、この手のピッチャー打てない。先に言いましょう、打てません。難しいっすね、一発どこかで出ればいいんですけどね。うわー、でトゥーベースクリーンナップのとこで先頭バッターに浴びんなよ、トゥーベースをね。まあ、別にそんな怖くないけどね、能力的にも大したことないし調子も良くないしね。さあ、倉本取って早く投げろ、阿部の足は遅い、でもそれに内野安打、あかんわこの守備。出た出た、これぞ倉本というね、お手本のような守備でしょこれね。倉本の代名詞やね、待って取る。全身いけや、もうんで肩もねえし、ノーバウン送球でやれよ、もう腹立つわ。そんな代名詞ここで出さなくていいんだよ、自己紹介は必要ねえや、最悪だな。阿部に内野安打食らうってものすごく屈辱よ、ね、阿部自身も思ってる、あれ内野安打かいみたいなね。ねえよね、本来ならもう2アウトでね、このバッター抑えれば終わってるとこなんだけどね、もう抜けていく、ランナー満塁だ。やばいな、試合が一気に動く可能性あるぞ。そしてここでバッター岡本かな、先ほどの試合でホームラン打って、あれでね、やっぱ流れ変わったよね。もうどうしようかな、ここはゲッツーシフトでいこうかな。一番バットを当てさせないことが理想だが、ど真ん中から入るやつバカかな。よし、もうここはシンプルにフォーク落として、振らねえんだよな。スプリット、当てて当てて当てて、抜けて行くんかい。そもそもピッチャーが取れる打球だろお前、何ブツクサブツクサ言ってんだよ。そんなブツクサ言わなくていいから取れや。今の打球が抜けていくの、いや、ピッチャーが取らないこともそうだけど、ショート取らないことも驚きだわ。取ってゲッツーかなって思ったけどね。抑えられねえわ。小林はまた三振、学習しねえな。ベンチでコーチ激怒子でしょうね。同じような配球で三振したからね。あ、もうここはピッチャーポレダですし、能力もないからね。打たれた方が恥だよ。だだ、この回一気に試合は動いたね。
先制点、まあ、1点だけで切り抜けてよかったよ逆にね。取り返す作業だ。今日負ければチームの連敗は4まで伸びるからね。で3カード連続の負け越しが決定するんでね、それは阻止したいんだが、チャンスが来ない。1点入る気配もない。何したら勝てるんだろうって感じ、わかんねえ。お前ようやくランナー出たと思ったこれだからね。ほんで小林に今一発浴びなかったか。ねえ嘘でしょ。もうダセえ、もうダセえ、やめちまえよ。もう小林に一発浴びるプロ野球選手はプロとは言えないね。ひどいね。さあ岡島今季初登板になりますね。本来ならこの左のワンポイントはね、田中という選手を使ってるんですけど、その田中が今怪我してますからね、戻ってくるまではこの元メジャーリーガー、ボストンレッドソックスでね、松坂と同じチームメートだった岡島を使おうと思うよ。さあベテラン対決になるね、高橋由伸 VS 岡島。今や巨人の監督だが、この時は代打の切り札としてものすごいいい活躍してましたからね。失投だが結果三振だ。切り抜けたね、よかったよ。ニヤニヤしてるね。そら失投で三振取れたんやからね。あーただまずいっす。残るイニング限られてるっす。その中で何ができるか、チャンスが来ない。残る9回だ。マジでもうアンダーソンが今バントしたぜ。いいなあんちゃんね、大好きだよ。助っ人外国人にバントさすチーム、それも代打で使ってね。わけわからん。やっぱホームラン打たれたのは小林なのかな今日ね。ほらね、レフトへのホームランもダッセーな。屈辱的な敗北、2戦続けてお前続くんかい。1戦目は逆転負け、2戦目はね小林に打たれて負ける。でもそんな心折れるわ。もう最終回沢村出てくることは確定してるんでね、さっきもうちは何もできなかったし、おそらくここでもチャンス作れず9回終わっていくでしょうね。あーね、ボテゴロボテゴロ、はい、もうすぐ取って、アウトだ。残り1イニング奇跡が起こることを信じましょう。2番梶谷から始まるところなんでね、せめてチャンス作って欲しいとこではあるが、相手は守備固めとかも入ったね、いろいろと。おいでデッドボールからのエース。これはダメな守護神沢村さんですね。バッターテテゴ狙うは一撃でしょうね。行こう行こう行こう、あるよあるよ。奇跡を起こすの次こっちの出番だね。さっき奇跡起こされ見事な逆転負けだったけど、一発打てばさよならならば打つのは筒香でいいでしょう。いろいろと対左に弱くマイナス能力もあるからね、失投もあるよこれ可能性としては。なあ甘かった。なんでボール球振るんだよ。もう切れたいのはこっちだよ。完全なボール。いやまあ怖い打者続くからね、ロペスで狙いに行きましょう。あー早いな、やっぱ決まれば打てんわ。これも甘い、球言わないが捉えられ、ミスショットが続く。当てるの精一杯で、月回避で2アウトランナー1塁2塁でバッターバルディニス。得点圏の強さはここで出すしかないね。10打数の4安打で4割という得点圏打率を残している。ならば打ちました。ここはミート打ちでね。ここはバルディリスの自慢の得点圏打率を見て、そしてホームゴーホームゴーホームゴー、トコトコトコ、結果はセーフ、同点。この展開やってきた、言ったろ奇跡を起こすのはこっちやって、バルディリスが神ってます。横浜の野球を見せてるね、ベースボール。イエス、気持ちいいね。これも決して強くはないだけど、完全に詰まらされてるが結果ヒットっていうね。クローザー沢村を打ってのこれだぜ。2アウトからの同点劇。さあ一気にさよならと決めたいとこではあるが、どうだ。あーダメだね、決めれず延長突入ですわ。まあピッチャーがしっかりと抑えて、相手はもうね野村中継ぎは残ってないと思うんでって言いたいとこなんですけど、こっちがピンチ招いたね。で4番鈴木ですからね。あのダイソー走塁のスペシャリストのね。あー流して内野安打ダメ、内野安打ダメ、もう内野安打になるね。もうふざけんなよもう。まあ今のはもう倉本どのコーナー関係ねえわ、誰がやっても内野安打だね、うん。さあここで高橋由伸、いやもう長田ここで交代ですね。さすがにこのスタミナ投げるのはダメだし、せっかく同点に追いついてもここでね打たれたらもうそのまま敗北に直結するわけですから、三上でいきましょう。さっきのリベンジはここでやるよ、しっかりと抑えろよ。
エレラとか安明は11回12回用に残しておかないとね。あと一つのアウト取るのであれば前の試合のリベンジを兼ねてここで身を使うのが正解だと思うんでね。よし、まあ絶好調ですしね、よほどのことがない限りは打たれないと思うが、どうしようかな。長打力もある選手ですけどね、これはまあ定位置で OK か。盗塁に関してはもうしゃあないですし、一つのアウト取れば終わるので、もうランナーは気にせず高橋由伸を抑えに行く方針で、当てて当てて、また内野安打ダメよ、はい、すぐ投げて、危ない。でもヒヤッとするわ、阿部を内野安打にする守備ですからね。もうあそこに飛ぶたびにヒヤヒヤが止まらねえ。さあどうだ、こっちがチャンスを作って、高木恭介だよ、打つんだぞ。打てないね、11回。ほんと安明絶不調で登板さすか。あ、まあでも抑えてるからいいんだけどね。抑えたね、はい、全部三振だわ、絶不調ながらもね。それ前の試合やってくれよ。ただチャンスが作れない、あーダメだ、残るは12回だね。エレラがいきなり岩田にツーベース、おかしいだろ、絶不調のピッチャーが抑えてよ、絶好調のピッチャーがいきなり長打浴びるんだぜ。ふざけんなよ、もうここは当然送りバントで来るでしょうね。うん、バントシフトにしておきましょう、決めさせたくはないが。いや、もう決まるね。はい、これでランナー、梶谷セカンド、いろいろとおかしなことなってる。プロスピパープロンありがちなね。で、得点圏打率だ、4割以上の打率を残してる片岡もそうですが、まず守備がおかしい。はいはい、もう出ましたね。セカンド、梶谷とか、お前、何、負けたいのかふざけるなよ、こんな守備ね。これで正解だね。これこそが正解だよ。どうする、ここ、勝ったのかね。ぶっちゃけあまり勝負したくないが、もうクリーンアップ入るから勝負しないとダメなんだよな。前進守備ですね。この試合も何度もやられてますが、抑えましょう。逃げるという言葉は俺にはない。あった方がいいのかもしれんが、俺にはねえんだよ。これは正面、レッツゴー、ランナーも進めないね。 OK、 ツーアウト、あと一つだ。で、坂本絶不調ではあるが、これだけの率残してる。ほんで次のバッターが鈴木でしょ、ということを考えれば、もうここは経営に正解でしょうね。絶不調ですけど勝負する意味はないかなと思いますので、はい、経営で、まあ、負けは避けたいわな、ここまで来たらね。12回まで来たらね、ここを抑えればもう引き分け以上は決定するわけなんだ。次の走塁のスペシャリストと勝負。代打送ってこないね。まあいないでしょ、もう代打はね。ここはやっぱね、さっきのような内野安打を警戒していかないとダメなので、そこだけは怖いよな。盗塁に関してはもう仕方がない、刺すことはでき、あーでもギリギリだねうまくいけば刺せた可能性もあるが、まあまあまあ、もうそれはいいんで。はい、 OK、 何もさせんぞ。今の触れよ、はい、ズバッと決まったね、三振。言ったろ、何もさせねえよ。そこに鈴木を入れたことが巨人の失敗だね。まあそらね、守護神が抑えて勝てると思ってたんでね、うちがさっき思ってたことだったんでね、あそこでね守備固めを送るのは正解だよ。ただその結果、見事うちと同じ過ちを繰り返すっていうね。さあ残るは最終回、そこで打って勝ちたいんだけど、チャンスすらも作れず、ゲームセットだね。あと1点及ばなかった。まあでも負けを回避できただけでも十分でしょうね。まあ連敗でもおかしくなかったゲームですから、本当やり返したって感じだね。これ結果論ですけど、小林の一撃なかったら勝ってたかもしれないね、9回裏さよならでね。まあ結果論ですけどもね、悔やまれる一発となりました。こっちはね、5本しかヒット打ててないんですけど、その5本のヒットで、まあ見事同点に追いつきました。9回はねヒット1本しか出てないんだよね、これ、先頭バッターデッドボールで出塁で、次フォアボールで出塁からの2つアウト取られて、バルディリスのあの粘ったタイムリーでね、結果引き分けまで持ち込むことができたので。ただ勝ててないからね、もう勝ち越しもできませんよ、このカードでは。さあこのゲームの結果で5位に交代ということになりましたね。今ドベなのが巨人で、そして4位に上がったのが中日というわけで、ここに来て中日が勝ってるんだね、連勝できてるからね。3戦目勝つことはできるか、連敗止めることはできるか、もう止めなきゃダメですから、全力で戦っていきましょうよ。今日調子悪い選手多いね、これね。ちょっとこれはないな、グリエルもね。これだと下位打線で使った方がいいかもしれない。逆に先バルディリスがね、結果やっぱここ最近残してくれてるので、3番にしてグリエルを6番で OK ですね。まあこれで OK でしょうね。はい、ほんで先発は砂田で、なんだか今日の試合もね、今日の試合こそは勝てるようにいきましょう。さあ砂田頼むぞ。ここまで3勝を挙げてのセリーグトップですからね。岩田と並んでトップ上げてるんですが、その
津田長が初回から失点もただ勝ってるだけじゃないか、援護があってね。そんな意味ねえんだよな、そんな勝ち星に。いきなり失点許すなよバカ野郎。早いも早いわ。まあ、こっちもチャンスはあるけどね、相手先発今日オムハヤシですからね、新人同士の投げ合いなので。うわ、はい、やっちまったな。打球と真逆の方行ったでしょ。あ、言ったじゃん、俺こういう守備よくやるって。ここでやりましたね。普通にやっときゃ今補給できてる。なんでいきなりミスやるの。2点タイムリーじゃない、こんなものはエラーだよ本当ね。打球と真逆の方に行くショートの選手聞いたことね、見たことね、言っちゃダメだろそんなやつ、プロの舞台にね。初回から2失点だよ。早くも取り返す展開、取り返さなきゃダメな展開を作ってしまったね。で、砂田も期待に応える。上位にも捕まり、下位打線にも捕まる。なんやねんお前。前進守備ですね。これはちょっと1球外して K ウエストでいきましょう。スクイズもあるかもしれませんのでね。え、打ってきた。 What? 外したろ、なんでやねん。ここは内野は前進守備ですね。うわ、これも失投。オーマイガー、もう犠牲フライには十分だ。2球続けてど真ん中投げてんだからね、打ってくださいボールやんけ。お前チームを敗北導きてえのか砂田てめえ、この野郎許せねえな。勘弁してくれよ、もう負ければ泥沼の4連敗の流れなのにね。その後も打たれ続ける。お前マジでなんやねん。弾き返され、あー最後の試合で先発ボッコボコで負け、で連敗止めれず、地の底に落ちていってるからね。今もう落ちちゃってるんだよ。先発炎上の4失点。これセーフやったらもう折れてたね、心はね。今日の試合に関してはもう負けでいいと思うよ。あ、負けでいいというか負けるでしょうね、打線も何もできてないので。全然打てねえ。そんなむずいか。ほんで今レフト筒香のエラーだしね、打たない、守れない、そんな4番どこに存在価値あんだよ、教えてくれみんな。筒香じゃなければ即刻二軍行きだよ。筒香だからだよ、使ってるのはね。期待してるんだから答えてくれ。はい、ようやく今日8チャンス来ましたね。ワンアウトランナー2塁。ありすぎる点差はね、ほんと今から1点ずつ取ってなんとか追いついていかないとね。防御率5点台のオムハヤシ相手にここまでチャンス作れなかったからね、異常だよこんなもん。まあ、うちのチームは病に完封食らうくらいですからね。前回の中日戦でね、別にこのオムハヤシに食らってもおかしくない、病の防御率は10点台以上でしたからね。さあバッター、トゥトゥゴー一発打って流れを変えろ。浜の主砲が打てばチームもね、そのファンの雰囲気もだいぶガラリと変わるはずだ。ただその主砲がこれやからね、ホームランと逆のことを見事にするね。ホームランってみんながね、楽しみにしてんの、そこでショートゴロ打つ主砲を応援したい、金払ってみんなこの球場見に来たい、ねえよな。片岡がホームラン打ったわ。筒香の代わりにね、点差は広がっていく一方だが、グリエルでここで一撃、今季初本塁打ですね。さあこれで点差は3点になりましたが、まだまだ差はあるからね。チームは点は取れるか。1番から始まるところ、ピッチャー変わったね、高木京介出てきた。あえで3点目入りましたわ。これで点差2点、またもや逆転起こしてやろうやないけ。バッタートゥトゥゴ相手絶不調ですからね、チャンスはあるよ。うわー、またもショートゴロ、もう役に立たない。片岡がホームラン打って、こっちの主砲は何してる、ショートへゴロを連発するだけ、いらねえこんなやつ。はい、失投なんですけどもね、それ打ち損じるやつ、完璧など真ん中だ。勝負あり、ここで試合が決まったね。もう勝つことはないでしょ、あれ打てないんだからね。完璧じゃないですか、もう本来なら場外に運ばなきゃダメなところ完璧に打ち損じたからね。完璧に打つのではなくてね。沢村が出てきたかな、沢村ですね。さあその沢村からヒット1本打って、ただその後何もできずにゲームセット。2夜連続で奇跡が起こることはなかったね。はい、このカード一度も負け、勝つことなく負け越しで終わる上に、チームもドベに転落ですね。はい、これで一番下になりましたとさ、今の横浜にはお似合いなとこかもしれないね。
2016年から強くなった横浜はこのペナントには残念ながらいないね。いつもの定位置に戻っていきましたとさ、ちゃんちゃんやね。あ、もう4番が打たない、チャンスで打たない、ほんで先発がいきなり燃える、もう勝てる要素がなかったゲームですね。んで打たない4番はプレイ中に足を痛める、ショートゴロ打って足痛めたってこと？違和感持ちで、こうなるとね、ちょっともう試合に出せないからさ。かあ、なんで打たない上に怪我すんねん、わけわからんわ、ほんとね。違和感5日ですね。出し続けるとひどくなるケースもあるし、まあ違和感持ってると本来の能力も発揮できないからね。しばらくは4番筒子を外して試合をやっていくの正解じゃないですかね。じゃあ今回の動画はこれにて終わりにしたいと思いますのでね、いろいろと恥ずかしい敗北、1戦目見事な逆転負け、連敗するのはお前じゃこっちは止めるんじゃとね、いろいろとオラついた結果見事な逆転負けを食らい、その後も勝てずにこういう展開になりました。次回ヤクルト戦をプレイしていくからね。このヤクルトにはね、初対決でスイープしてますからね、この試合ですね。はい、スイープしてるので、まあ連敗を止めるのであればもう次回止めるしかないし、次回また連敗が続くようであればもう4月の早い段階でね、優勝がもうなくなると言ってもいいかもしれませんよ。そういう展開を作りたくはないので、得意なヤクルト相手にとりあえず連敗止めれるよう全力で戦い抜いていきたいと思いますのでね、また次回楽しく見てくださると嬉しいです。ここまで見てくださったみんなありがとう。グググググバイ、またおう。